はい、こんにちは、物欲な小平人です。今回は面白い機構を持ったスリングバッグご紹介いたします。こちらね、ニードの最新作です。ニードはね、これまで多くのねラインナップ紹介させていただきましたけれども、今回ね、ニードの新ラインビアというね新ラインのスリングバッグご紹介いたします。こちらがその商品なんですけれども、なんと3つのデザインが楽しめるモジュラー型スリングバッグというねジャンルというかね商品になります。なんと2つの異なる容量のバッグをドッキングさせて1つのバッグとして使うことができるという、そんなね斬新なアイデアのバッグになっています。では実際見ていきましょう。このようにかっこいいロゴがありまして、これねギミックが面白くてですね、はい、こんな感じになってまして、実はね2つのバッグがドッキングというだけありまして、ここのねマグネットで実は、はい、ドッキングされています。そしてね、こちらこのように、はい、カラビナがついてますので、これを外して、これを通してですね、こんな感じでほどくとですね、こちら1つ目のバッグと、こちら2つ目のバッグと、このように、ね、2つのバッグがね分離して使うことができます。でこのように2つのバッグをドッキングさせて1つのバッグとして使えるわけですけれども、もちろんね独立したバッグとしても使えます。まずこちらがねモジュール1といいまして 4.5 リットルの容量が入るバッグになります。これは特にねボトルなど厚みがあるようなものをね入れるのに適しています。こちらロゴがありまして、なかなかね立体的にできているんですけれども、まずね後ろにはねこのように背面のポケットがありまして、はい、こんな感じでね、まあ、例えばこうスマホとかをね入れておけるようなねスペースがあります。はい、ジッパーはね非常に滑らかですね。こんな感じです。そして、はい、こちらね2つこのようにね収納部分がありまして、ここでマグネットになっています。はい、ここですね。真ん中の仕切りにはねマグネットがないので、こう挟むねサンドイッチ構造というんでしょうか、このようにねパカッとね、はい、挟む構造でこの仕切りをね挟んで、こっちとこっちにね、収納空間があるという感じですね。なので、まあ、このように鍵とかね、こんな感じで入りますし、こちらにはね、例えばね、財布にしますかね、こうお財布とかね、なかなかこう独特なねデザインをしたねバッグになっています。あ、今このような感じですね。表面にこれ、このように鍵が入ってまして、こっちにねお財布とこんな感じで、でマグネットでピトッと止まって、この体側のファスナーの部分ポケットにはねスマホが入っていると、こんな感じです。はい、このようなね仕組みになっていますけれども、これストラップはねモジュール2に今ついてますので、これを外してモジュール1にね取り付けることでモジュール1単体として使うことができます。こんな感じでね、これ特徴はねストラップがショルダーベルトというかね、ロープになっていまして、これなかなか面白いね仕組みなんですけれども、長さ調整は、こちらですね、このようにロープを、はい、こんな感じでね、調整することでこの2つのね結び目のところで、長くしたりね、はい、短くしたりということで、なかなか斬新な仕組みになっていますね。で片方はこのようにカラビナになってますので、カバンにねフックでこう、はい、取り付けるだけなんですけれども、ちょっとね面倒なのがこのもう片方がねこのように結び目になっていまして、これねカバンこっちだけを使うときはねこれほどいてね取り付け直す必要があるので、このあたりがねちょっとね手間ですね。これを覚えておきましょう。ぐるっと回してこうですね、はい、こんな感じで止めますので、これをそのままね覚えておきまして、続いてねモジュール1の、このねループの部分に、このロープをね取り付けます。でこれがねちょっとどう取り付けるんだろうっていうのはね、ウェブサイトにね、まあ、取り付けた方とか載ってますので、まあ、さっきと同じなのかな、こうぐるっと回して下から通す、まあ、これ何でもいいと思いますけどね、このような形で、はい、しっかりと、はい、通しまして、反対側は、このようにカラビナになってますので、
はい、こんな感じで通すとね、このようにね、まずモジュール1だけで、このようにカバンとしてバッグとしてね使うことができます。でこれだけでもね、まあそこそこの容量というかね、このように財布と、はい、鍵と、スマホがねこのように収納できるぐらいのね容量はあるんですけれども、さらにですね、このね間にこのモジュール2をね入れることで拡張ができるというねスタイルになっています。でどうやってドッキングさせるかというと、ここに、ね、マグネットがついてまして、今のねこのモジュール1をこうパカってね開けますと、ここにマグネットがついてるんですよね。でこのマグネットをねこのモジュール1の部分に、ちょうどねこうパカって開けまして、挟み込むような感じで、はい、ピトッとで、反対側も、はい、このような感じでマグネットで取り付けて挟むと、そうするとモジュール1と2がねドッキングいたしまして、一つのバッグのようにね使えるというね仕組みになっています。でただねその場合はまたね、こちら今ねモジュール1の方にショルダーベルトというかねロープがついてますので、今度はね2の方にね取り替える必要があります。ではねドッキングして使う前に、これ2だけでも使えますのでね、2のためにまずねこのロープをほどきます。ちょっとねこの辺りのね使い勝手っていうのはね、ロープを毎回ね外して取り付ける必要がありますので、まあ微妙なところですけどね、まあ、ある程度ね使い方っていうのは固定されてくると思いますので、まあそれほど頻度はね高くないかなと思います。はい、今このようにはいマグネット外しますと、こちらがねモジュール2になりまして、先ほど同様にはい、こんな感じで片方のロープをこのループに通しまして、こちらを結びます。はい、このような形で結びまして、反対側をここからみんなね引っ掛けるだけという感じですね。これでまずね、はい、モジュール2だけでね使うことが可能です。はい、こんな感じでね、まあ、平らなもの中心にこう入りますのでね、結構容量としてはねありますね。これでジッパー閉めまして、これだけでも使えます。こんな感じでショルダーバッグとして使えますけれども、先ほどの位置とドッキングさせたいという時はですね、またね、こちらねこう挟みますので、まず片方のこちらカラビナを外しまして、これはね反対側はこのままでいいです。こちらドッキング1のね、はい、ここに通しまして、こんな感じでね、ここ通して、で続いて、ドッキングをさせます。こことねパチッとドッキングをさせまして、ここ挟む感じですね、こんな感じで、そして今反対側はこう通したループのロープを、ここに通して、でさらにこのモジュール2の部分のこのループに引っ掛けると、はい、こんな感じですね。これでですね、このように、はい、1と2がドッキングして、かつ今このロープ自体はこの2の、ね、下の部分にはまってますので、まあ、落ちないとね、こんな感じのね、まあ、ダブル構造というか面白いね仕組みを持ったバッグになっていると思います。では実際ね背負ってみた感じ、どんな感じになるか見てください。ということでいかがでしたでしょうか。このようにね立体構造、
モジュール1と2がねマグネットでドッキングして、そしてなんとこのねショルダーベルトがね今回ロープというね面白い素材に、なってね、なかなか斬新なアイデアの、スリングバッグですね、ご紹介させていただきました。こちらカラーとしてはね、これグラファイトというカラーですけれども、他にもオリーブとアッシュというカラーがありましてね、カラーリングも楽しめるというモデルですね。どうでしょうか、このようにニードのねロゴがありまして、挟み込む感じでこの2つのバッグをドッキングさせて使うというねバッグになります。ちょっと思ったのがね、少しねこれね複雑というかね、ニードさんちょっとねこだわりすぎじゃないかなって思うようになってきましたね。以前紹介したようなねシンプルな、まあ、ショルダーバッグ大容量とかね、いろいろとねギミック収納スペースは工夫がされているんですけれども、こういった複数組み合わせて使うというよりはシンプルでね、とっても使い勝手良かったんですけれどもね、なんかちょっとね迷走してる感じはねありますよね。まあこれロープっていうのもなかなかね面白いアイデアではあるんですけれども、この辺りのね、まあカラビアね反対側ついてるのはいいと思いますけれども、もう反対側はね自分で結ばなければいけなかったりというね、まあ手間があったりしますし、このドッキングっていうのもねこれなんか2つ分離するシーンっていうのがねいまいち思い浮かばなくて、これ1つでね仕切り設けてねもういいんじゃないかなって正直に思っちゃいます。まあこのようにマグネットでねなんかドッキングするね、まあ斬新というか面白い機構をつけてるんですけれども、これ毎回なんか取り外してね、じゃあ今日は1を使おうとか今日は2を使おうみたいなシーンがあるかというとね、ちょっと微妙かなと思いますね。まあこれはねあくまで私の感想で皆さんどう思うかですね。はい、でなおかつねこれ1だけで使うときはね、これロープをほどいてまたこっちに付け直してっていう仕草作業が必要ですので、ちょっとね気軽に使うっていう観点だとね、このモジュールを使い分けるっていうのはねなかなかね現実的に難しいんじゃないかなと思います。まあどっちかというともうこのままね使うというスタイルになるんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。とはいえねこういったロープでねちょっとカジュアル感を出したりね、立体的なデザイン構造になっていますので、このあたりね、まあファッションとしてね、これまでのバッグにとらわれないね形というので、おしゃれ重視とデザイン重視という方にはね、まあ、気を引くのかなと思いますけれども、まあなんか効率性とかね、収納性重視という観点からするとね、ちょっとね使いにくいというレビュー評価になってしまうかなというのが正直なところです。ということでいかがでしたでしょうか。今回ねニードの最新スリングバッグご紹介いたしました。こちらね現在クラウドファンディングで支援者募集中になってますので、ぜひねチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。